こんにちは、ジーナでーす。今日はマンスリー系第2弾、スーパーのスイーツ、いきましょう。1月の新商品をチェックしていきたいと思います。買ってきた商品はこちら。スーパーのスイーツですね。スーパーのスイーツもやっぱりね、いちごが多めになってます。もう今日のラインナップ半分がいちごですね。で、これね、オランジェなんですけどね、森永練乳とのコラボが出てきました。私ね、この牛さん見たら買わずにいられないんですよね。これすごい楽しみです。で、いちごと同時にね、チョコ系もちらほらは出てるんですけど、まあ本番は来月でしょうからね。まあ、今回はこの2つ買ってきました。今月は全部で8品、じっくりチェックしていきましょう。はい、ではまずモンテールからいきましょう。ハーシーズとのコラボです。生チョコプリン。はい、蓋を開けるとこんな感じです。クリームが2種類ですね。1つがチョコクリーム、そしてもう1つが生チョコを使った濃厚クリームということで、多分この色の濃い方が生チョコの方かな。で、粉糖がかかってます。そして土台はチョコプリンですね。ちょっと上のクリームのね、まず色が薄い方ですね、白っぽい方、そこから食べます。チョコ味がするけど、ベースはすごいミルキーな味ですね。で、色の濃い方、あ、もうこれすくった感じがもう全然、こっちめちゃくちゃ濃厚でねっとりしてる。めっちゃ濃い。クリームっていうか、ただただチョコレートをこう溶かして滑らかにしたっていう、そんな感じの超濃厚なチョコ味。じゃあこの下のチョコプリンと一緒に食べますね。あ、本当にね、プリンがめっちゃ滑らか。ちょっとね、むにゅっとした感じのね、滑らかさ。プリンだけ食べたいな。あ、でもやっぱ味はもう完全に上のチョコクリームが一番強いですね。で、全部混ざり合って一番美味しい。この濃厚チョコもこれだけだとなんかね、物足りないんですよ。そこにやっぱりこのチョコクリームのミルキーな風味が加わって、で、さらにこのプリンのね、滑らかな食感が加わって、一番いい味と食感になる感じです。で、まあなんといってもこのね、一番上のチョコクリームが濃厚だから、チョコ好きさんはしっかり満足できるチョコ感だと思います。気になる方はぜひ試してみてください。次、オランジェですね。この森永練乳とのコラボいきましょう。で、ちなみにこの森永練乳とのコラボスイーツなんですが、全部でね、6種類出てるんですよ。今回私買えたの2種類なんですけど、他にね、あと4つあって、シュークリーム、エクレア、ロールケーキ、モンブランがあります。もしこの商品気になったようだったら、お近くのね、スーパー何が置いてあるかチェックしてみてください。私ね、モンブラン食べたかったなぁ。じゃあまずはこちらからいきましょう。ザ・ケーク森永練乳いちご、オイ練乳って書いてありますね。ちなみにあの今回この6つのスイーツ全部ね、オイ練乳が入ってるみたいですよ。はい、蓋を開けるとこんな感じ。この一番上真ん中にあるのが練乳ソースです。で、この周りのね、白いのが練乳クリームだそうです。で、断面見るとその練乳クリームの下にいちごクリームが入っていて、で、内側にね、スポンジ生地が入ってますね。ちょっと真ん中のソース気になるよね。おお、まさに練乳だ。もうそのまんま。めちゃくちゃ甘いし、コクがあって美味しい。これは一気にいきましょう。いちごのショートケーキに、もうたっぷり練乳をかけた、そんな感じの味です。んなの美味しいに決まってるじゃんね。あ、ちょっとここ見てほしい。今ね、すくったところに、このね、練乳ソースがね、とろーんと流れてくんですよ。それをね、見た目で美味しい。練乳ソースがね、めちゃ濃いですね。で、生地がね、すごいふんわりなんだけど、ギュッと詰まってるから全然軽い感じないんですよね。そこにこのね、濃厚練乳じゃないですか。全部がボリューミーですね。生地もたっぷりだし、クリームもたっぷりだし、練乳もたっぷりだし、どこからどう食べても全部の要素がね、ちゃんと口の中に入ってくる。そんな組み合わせとボリュームです。練乳好きの方、そしてね、このいちごのショートケーキ系のケーキをちょっとワンランクデザート感アップさせて食べたい方はね、ぜひこちら試してみてください。
じゃあもう一つこちら行きましょう。プレミアミルクスフレサンド森永練乳いちご。プレミアミルクっていうのがね、これオランジェのオリジナル牛乳、なんかすごいこだわった牛乳を使ってるみたいです。はい、中から出すとこんな感じです。まず生地はね、これスフレ生地ですね。はい、断面はこんな感じです。中にはそのプレミアミルクを使った練乳いちごクリームと練乳ソースです。これ練乳ソースがね、とろーっと溶け出してきてるのがね、美味しそうですね。やっぱね、練乳美味しいですね。でもう一つ、いちごのクリームの方がすごいホイップのような軽い食感なんだけど、その中にも練乳が入ってるんですよ。しっかり練乳の甘さ、コクを感じる。でプラスいちごの風味で、この生地の方はね、もうふんわりちょっと軽い感じです。でもそこからね、生地のいい香りも来るんですよ。それとこの練乳、そしてね、いちごの組み合わせもすごい合ってます。美味しい。私ももともと練乳系のスイーツ大好きなんですけどね、あと一般的な練乳を使ったスイーツの中でも使ってる練乳の量が半端ない感じ。さっきのケーキもそうだったけど、もうね、ふんだんに練乳が使われてるんですよ。だからその風味、甘み、コク、それがね、めちゃくちゃ濃厚に届くんですよね。練乳好きにはでもマジでたまんない。ケーキも美味しかったし、スフレもいいですね。まあ、ただケーキの方がよりたっぷりクリーム感がありました。こっちはやっぱり生地を楽しむ、そんな感じです。まあ、森永結構コラボが多くて、さらにこの森永練乳もコラボスイーツ多いんですけど、今回は、ね、想像を上を行く美味しさでした。ケーキもこのスフレも、ね、どっちも美味しいです。ぜひ試してみてください。はい、じゃあドンデミ行きましょう。パフェデロワキャラメル。はい、これこの間にミストでもありましたけど、ガレットデロワっていうね、あのフランスのお菓子かな、それが毎年1月に食べられるんですって。だからそれに合わせていろんなお店がこのガレットデロワにちなんだ商品を出してくるんですけど、これもねそのようです。はい、蓋を開けるとこんな感じです。トッピングにはね、ナッツとかパイとかがね、いろいろ乗っかっていて、さらにキャラメルソースがかかってます。で、土台の部分はミルクアーモンドムースがベースとなっていて、それに普通の白のホイップとカラメルのホイップとか、あとココアスポンジとかが入ってます。基本アーモンドとキャラメル、それがねメインのようですね。じゃあこれは一気にいきましょう。アーモンドとキャラメルって合わないわけないですからね。風味の組み合わせは最高にいいし、さらにね、ナッツがゴロゴロ入ってて、その食感もね、めちゃくちゃいいです。おいしい。ただ、強いて言うと思ったほどね、固形を感じなかった。基本クリーミーな感じですね。中のね、ココアスポンジも結構柔らかなんで、結構すぐ崩れちゃう感じ。上にトッピングされてる、これスポンジ生地何味なのかな、その焼き菓子みたいな味のが乗っかってて、それと一緒に食べるとね、しっかりボリュームを感じました。さっきも言った通り、味のメインはアーモンドとキャラメルですね。まあ、ただアーモンドムースだったりキャラメルソースだったりなんで、ちょっとやっぱミルキーな要素が加わっていて、そんななんかストレートにナッツっていう感じは、そのクリームからは来ないんだけど、そこはもうトッピングでね、ナッツがザクザク乗っかってるし、キャラメルソースもね結構濃厚なんで、風味の組み合わせもとにかくいいです。キャラメル系の風味が好きで、まあ、プラスナッツのアクセント、そのあたりの、ね、組み合わせが好きな方はぜひこちら試してみてください。はい、同じくドンレミーです。マルシチ製茶監修の朝比奈抹茶といちごのパフェ。これドンちゃんがね、茶筅持ってますよ。超かわいい。はい、マルシチ製茶のねコラボはドンレミーよくありますけどね、今回朝比奈っていう静岡産の有名な抹茶だそうです。そのね、一番摘みの抹茶を使ってるそうですよ。はい、蓋を開けるとこんな感じです。あ、色の配色がいいんですね。抹茶の緑にいちごの赤がね、すごく組み合わせが可愛いです。あとわらび餅、白玉餅、そしてホイップクリームに抹茶ソースがかかってます。で、土台の部分にはその朝比奈を使った抹茶プリン、その上に小倉ゼリーが入ってます。じゃあちょっといちごとかお餅とかはなしで、それ以外のところ一気にいきます。あ、結構ね柔らかいですね。プリンもなんかスーッとスプーンが入ってきました。やっぱ抹茶濃い。すごい深みのある味ですね。ほろ苦さほとんど感じないな。多分これプリンだけ食べたらしっかりほろ苦さもあるんだろうけど、もうどうしてもそれ以外のね、ホイップとか小豆ゼリーが一緒に入るから、それと一緒に食べるとそこの甘さが来るからね、もうそれでもほとんどほろ苦さ感じないです。抹茶の味はとにかく濃い。
全然中で水っぽくない。もう 100% 抹茶って感じの深い風味がね、今たった一口ですごい感じられました。そりゃいちごとも合うでしょう。あ、これいちごも美味しい。めちゃくちゃ味が濃い。この朝比奈の抹茶買ってみたくなりましたね。そのくらいね、すごい深みのある美味しい抹茶の風味です。抹茶好きの方いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。はい、こちらもドンレミーです。おなじみごちそう果実、今月はいちごのシャルロット。はい、蓋を開けるとこんな感じです。たっぷりのホイップクリームに生のいちご、そしていちごソース、でさらにこれパンプキンシードがかかってます。でその下側にはね、これピンク色の生地のシャルロット生地ですね。でこの内側にいちごムースが入ってるそうです。じゃまずは土台のね、シャルロット生地といちごのムース、そしてそれをホイップと一緒に食べます。うん、甘酸っぱい。ホイップの甘さよりもこのムースの、ね、甘酸っぱさの方がね、結構強くきましたね。まだこれ生のいちごもいちごソースもね、使ってないですからね。内側のムースがね、結構甘酸っぱいです。甘みもあるけど酸味も強い、そんな味ですね。いちごソースと一緒に食べてみます。あ、いちごソースは甘いわ。いちごが濃厚でさらに甘みも強い。ただそこちょっとプチプチするんで果肉感は加わりますね。ただ酸味はむしろ収まって甘みが強まった感じです。じゃあいちごと一緒に。あ、このいちごも美味しい。マルチ製茶の監修の抹茶スイーツのいちごも美味しかったけど、同じいちごかな。使ってるいちごがすごく美味しい。結構ね、体積的にはホイップが一番多いんだけど、実際食べるとこの生のいちごはもちろんなんですけど、このいちごソースの濃厚さ、そして甘さ、そして内側のいちごムースの甘さが来るって、ホイップの沼の中にいちごのいろんな風味がね、ふわっと広がってる、そんな感じです。もうこの時期ならではですね、いちご尽くしのいちごのシャルロットケーキです。いちご好きの方、こちらいかがでしょうか。ぜひ試してみてください。はい、じゃあ次プレッシャーいきましょう。ペロッと満足ティラミス。はい、蓋を開けるとこんな感じ。たっぷりのホイップクリームにココアパウダーがかかってます。で断面がこちら。そのホイップクリームの下にあるのがね、チーズムースで、一番下にね、コーヒーゼリーがたっぷり入ってます。これも一気にいった方が良さそうですね。あ、コーヒーゼリーがね、結構なんて言ったらいいんだろう、なんかね、グズグズな感じ。めっちゃなんか汁気多い感じ。うん、これこんだけでコーヒーゼリーが入ってるから、結構ゼリーメインのさっぱりした感じなのかなと思ったけど、全然違うわ。普通にティラミス美味しい。もう上のホイップがね、結構密度が高めのしっかりめのホイップ、多分このホイップだけでお腹がいっぱいになりそうな感じで、さらにその下に入ってるチーズムースがめっちゃコクがあるんですよ。このコーヒーゼリー以外の部分がすごいボリューミーで、味が濃くってめっちゃデザート感あります。そこにね、このコーヒーゼリーが加わって、ちょうどいい感じの食感と、あとね、完全に味はね、ティラミスになる。口の中で、ね、ティラミスがね、完成されていきます。ゼリーだけ。うん、あ、コーヒーゼリーね、しっかり甘みのあるコーヒー味です。すごいね、味の濃い加糖コーヒー、コーヒーの風味も強いし甘みも強い。それをクラッシュ状にして一番下に埋めてるんですよ。もうなんかね、このコーヒーゼリーだけだと飲める感じなんだけど、食べると完全にゼリー感が消滅するぐらいめちゃくちゃクリーミーでね、コクのあるティラミス味です。たっぷりクリーミーな、ね、ティラミスですね。でこのコーヒーゼリーがね、いい感じでこの清涼感をプラスしてくれてて、食べやすいです。ぜひ試してみてください。はい、じゃあ山崎デザートファクトリーシリーズですね。こちらはショコラタルト。これね、全然情報が出てこないんですよ。唯一ね、情報が出たのが東急ストアのオンラインストアだったんですよ。東急ストアって私がいつも買い出しに使ってるスーパーね。もしかしたらこれね、東急ストア限定なのかもしれない。一応これ買ったからでやりますけど、東急ストアでしか買えなかったらごめんなさい。はい、中から出すとこんな感じです。結構ね、しっかりめのタルト生地の中に、これ何なんですかね、なんかチョコレートクリームじゃなくてしっかり生地が埋まってる感じですね。はい、断面はこんな感じです。内側の生地ね、これ切ったらすごいふわふわでした。で中にね、このチョコソースが入ってます。うん、柔らかっていうか、タルトも柔らかい。びっくりした。中のチョコソースが濃厚ですね。周りふわふわ。タルト生地結構薄めで、あのね、パリッともしてない。しっとり柔らかめのタルト生地の中に、ふわふわの
シフォンケーキみたいな生地が埋まってて、でその中にチョコソースが入ってます。アシラスのチョコソースが濃厚なんで、ね、美味しいんですよ。内側の生地はなんかココアスポンジ生地みたいな感じ、ちょっとほろ苦系のチョコ味ですね。なんだけど食感がねスッカスカすぎて、私もっとなんかね重厚感のあるのをイメージしちゃってたから余計なんだけど、手でねしっかり持ってないと崩れちゃうぐらい結構空気を含んだスポンジ生地的な柔らかさで、せめて周りのタルト生地が硬かったらいいんだけど、そこも硬くなくて柔らかだからタルトって感じはちょっとないですね。ただ内側のチョコソース濃厚なのは良かった。これどこで買えるのかがちょっと謎ですけど、東急ストアでは多分買えると思います。その他のお店に、ね、売ってたっていうのを見た方はぜひコメントで教えてください。まあ、ふわふわ生地系ですね、好きな方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今月も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、まずはオランジェ、森永練乳とのコラボ2つ。特にカップケーキの方ですね。あれ美味しかったです。スフレサンドの方も良かったんですけど、カップケーキの方が、より練乳ソースをストレートに感じやすかったので、やっぱ練乳ソース美味しかったですね。もうたっぷりのクリームと、たっぷりのスポンジ生地。それがカップの中にギュッと詰まってるんですけど、そこをね、どっから食べてもその練乳ソースがとろーんとね、来てくれるんですよ。それがめっちゃ良かった。他のね、4種類も気になりますね。ぜひ近くのスーパーで見かけたらチェックしてみてください。あとはですね、ドンレミーのマルシチ製茶の抹茶のカップスイーツですね。抹茶の味がすごい良かった。朝比奈の抹茶をね、私抹茶の茶葉を買おうかなと思ってるぐらい、すごくね、美味しかったです。その深みのある濃厚な抹茶の風味がね、しっかりメインにあったのが良かったですね。で、あとはね、プレシアのティラミス。あれもね、クリームが濃厚で良かったです。見た目にコーヒーゼリーはね、もう半分ぐらい占めてたんですけど、もう食べた感じはコーヒーゼリーどこに行ったっていうぐらいしっかりクリームとチーズムースがね感じられて、すごい美味しかったです。デザート感強かった。他もね全部美味しかったので、気になったところで食べてみてください。はい、というわけでスーパーのスイーツお送りしました。ちょっとね、私今これ撮影してる段階ではこの動画がいつ公開されてるかわからないですけど、あと2月の1週目多分コンビニスイーツ以外のものが出せないと思うんですよ。というのが2月の頭に私ライブがあるんで、そのリハーサルだとか準備とかでね、結構週末が埋まっちゃうんですよね。2月のマンスリー系はね、多分2週目以降でご紹介することになるかと思いますが、そちらもお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。